今日はですね、ちょっと田んぼに、来てます。今日はね、ジャンボタニシをね取ろうかなと思います。今日はね、はい、ちょっと何匹だ、5匹ぐらい取りました。ちょっとね、帰って泥抜きして調理しようかなと思います。はい、というわけでしっかりね加熱してやろうかなと思います。で、ジャンボタニシなんですけど、まあ、こうやってね熱湯に入れることによってぬめりとか臭みとか、まあ、寄生虫ですよね、それが、取れちゃうんで、絶対ね最低限加熱してください。見てください、ちょっと浮いてきました、ジャンボタニシ。はい、こんな感じか。はい、ジャンボタニシね、これからこんな感じですね。ちょっと内臓がね良くないので、基本この白い身だけをねいただくと。これ多分卵だと思うんですよ。それだけすごい繁殖力だということですかね。よし、よし。ね、ちゃんときれいにしっかり内臓も取ってね、こんな感じです。ここまで来たらもう本当に市販されてるね、なんか貝の感じかなと思います。これね、バターをね、いきます。
香ばしいね、色が、色じゃない、匂いが、してます。まあなんだろうな、昔はね、あの山のサザエと言われていたそうです。大丈夫かな、お疲れ様です。できました。はいやば。まあでも本来は食べれるものですからね。じゃあちょっといただきます。いただきます。あれ結構いけますね、思ったより。うんうん、ちょっと泥が入ってるけど、うん、飲んで食べるものじゃないですけど、まあ食べれんことはないですね。確かにサザエより柔らかいですね。柔らかいのと、ちょっと今までね食べたことなかったんで、なんかちょっと不思議な感じかなと、また昆虫を食べるとはまた違った感じかなと思います。いやー、でもね、ちゃんとね、しっかりね、下処理した上での、ことなんで、生で食べるとかは、寄生虫のね、関係で良くないということで、で、内臓もね、またサザエと違って、そんなに、美味しいものじゃないというかね、やっぱり、田んぼ、川のね、中にいるものなんで、内臓は食べない方がいいということです。卵とかある可能性があるんで、まあ一応ね、卵も、熱した状態で、マウスにあげたら、その毒ってのが分解されてたみたいなんですけど、まあ極力ね、やめた方がいいということです。寄生虫とはまた違う、毒があるということで、ぜひ、皆さんも挑戦してみてください。はい、ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。